あの、しよしよ。我々今から36万、いや、1万4000年前だったか。まあいい。私にとってはつい昨日の出来事だが、君たちにとっては多分、明日の出来事だ。彼には72通りの名前があるから、なんて呼べばいいのか。確か、最初に会った時は、いいの。そう。あいつは最初から言うことを聞かなかった。私の言う通りにしていれば、まあ、いいやつだったよ。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。そんな装備で大丈夫か？一番いいのは頼む。私のサポートが心配なのか？いいんじゃないかな。あいつもよくやってくれてるしね。いや、君の頼みを断ればいいよ。神は絶対だからだよ。人が持つ唯一絶対の力、それは自らの意志で進むべき道を選択することだ。お前は常に人にとって最良の未来を思い自由に選択している。さあ行こう。私の可愛い子供たちが苦しんでいないというのは、行きなさい、あなたたち。あと大人かと気を取るので。おう。やっぱり、今回はダメだったよ。あいつも話を聞かないからな。そうだな。次は、これを見ている奴にも付き合ってもらうよ。